一点100年までの地球温暖化が産業革命以前のレベルを2度下回る可能性は低いため、政府が気候変動と戦うために断固たる行動を取らなければ、惑星地球は2035年に戻りのない地点に達する可能性があります。調査によると、地球温暖化を 1.5 度に制限する期限が過ぎており、過激な気候変動対策が講じられない限り、これもパリ協定に含まれています。